お疲れチャンスラです。今日はですね、こちら現在なんと世界10位、はい、そこそこ高いところまで、来てます。というわけで、こっからね、上目指してやっていこうかなと思います。まあ、世界1位2位がちょっと遠いですね。はい、遠いんですけど、まあ、100ちょいというわけで、まあ、もらえる量次第ではね、一気に10位も上がるんじゃないかなというわけでやっていこうと思います。で、デッキなんですけど、まあ、いろいろ使ってるんですけど、直近はちょっとこのフェニックスモンクスケラですね。はい、もう見た目めっちゃ強そう、ザ環境やみたいな環境カードぶっつめデッキなんですけど、まあ、これが、すごい強いです。はい、強いのでやっていきます、やっていきます、いきましょう。さあ2366、あと120か。おお、間違え、あー、この人はロイファイボスね。ワンチャンマサネフィーた気もするけど、いなかったらよかったなと思ってます。わかんない、いるかどうか覚えてねえな。さあ、もともとは迫撃使いのプレイヤーですが、ロイっすね。トロフィーも近いのは普通に嬉しい。なんかやっぱ勝ってもね、12しかもらえないみたいな、で負けたら45いかれるよみたいなのが、こう昔と比べてというか、最近の環境の中では結構荒ぶってるというか、激しい環境なので変動が。よいしょ、トロフィー近いのは普通に嬉しい。さあ、ロイっすね、とりあえず。で、まあフェニックスとモンクに対してザッピーがすごい優秀なんでね。まあでも相手ファイボロイなんですよね、俺の記憶的に。そう、え、うわ、やば、え、うわ、やばすげえ、ちょ待って、意味わかんねえ。ウッドか、今ウッドで緊急度しやがったかこいつ。うわ、うまっ。文句固まると皆さんこういうことがあります。しかも俺今結構橋渡ってすぐに固まったと思うんだよな。うわ、マジか、終わった終わった。え、マジでスケラなのにキング起動されたっす。しかも文句で、俺の文句を利用して。うわー、今のはさすがにうまいな。文句の反射を利用してね、ウッドでキング起動してきましたね。文句の位置を歩かせて、マジか、ちょっと待って、やべえ、マジかしか言葉だよ、普通にきつい。やだやだやだ、負けたくないよ、負けたくないよ。さあ、でもなんかワンチャンありそうだけどな。ああ、ファイボ、しっかり起き上がれ、マジ起き上がれ、起き上がりそう。てか右の方が入ってる、なんでマジでよう分からん。さあ、ポイズンまで打っても入る量は限られるよと。まあ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 、そこに攻めてはいる。うわ、入る入る入る、意外と意外と入ってる。あれ、ちょ待ってよ、ワンチャン、ワンチャンありそうじゃない。落ち着いていこう、マジで。ちょっと強いな。ザッピ入れ、熱い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 。
マジで勝てそう。銀ギドされたのに、銀ギドとか関係ねえのか。やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、え、勝ったんだけど、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、めっちゃ嬉しい。ええ開幕2秒ぐらいで禁忌されたぞ。やば、普通に勝ったんだけど。スキラって禁忌とされたら終わりなのよ。終わり終わり終わり。でも防衛がマジかつかった。さ、世界6位、しかも大トロ30。え、ちょっと一瞬待って、リプレイ見させてください。あの一瞬ね、エリゴレにしばかれた履歴が映ったけど、相手のトレスト、あーマジ、これこれずるずるというか、まあ俺の、うわー、うまいやつはこういうことしてくるんですね。ちょっと気をつけなきゃ、マジ緊急動されちゃう。よしよし、いやまあとりあえずとりあえずバックデカで、次勝てば、次勝てばまあ10ぐらいは咲いてもらえて、いやワンチャン4位まではね上がりますね。さあ行きましょう。やばくない、キング起動されて絶望よ、絶望なんだけど、まあ、防衛が一つは硬いで、もう一つはあの文句の反射ダメでミリ稼げるで、スケラも数発毎回ギリ入るんで、ポイズンとか、やだね。迫撃か、迫撃きついんですよね。あ、でもコウモリのやつだからホグのやつかな。この人は迫撃ホグで有名なプレイヤーっすね、もともと。で、ファイボザップの迫撃ホグをね、使ってる、ちょっと特殊な人なんですけど。でも縦線入ってたっけ？ギャングは縦線か。まあ俺は序盤に大事故受けたくないので、ザッピーめっちゃいいやつ。さあまあまあまあザップっすね。フェニックスぐらいいてもおかしくなさそうだけど、フェニックスはいたな。フェニックスじゃねえ、なんだっけ、あれフェニックスいたっけ。いやマジで今何もわからんガチで何も理解できたら、ね、なんかキングギド怖えな。で5-1でザッピーがあんまこう働いてはくれない。お、よしよしよし、いや耐えること大事、このデッキ多分ね耐えに特化してる。だって今守ってるだけで勝ってるもんね。ガゴムリとかいた気がするんだけど、いや届かん、いたわ。バカバカ、いやーちょっと入ってる、でかいでかいでかい、結構入ってる。いやーでも起き上がる、でかい。
痛すぎる、マジか。マジか、さっきの勝ちとかもどうでもええ、44。いやー、もったいなかったかな。やりごぶのスケラ防衛めっちゃ強かったっすね。あれは、もう一回待ちでしたかね。最後のスケラっぽいは打たずに。さあ、小物系ね。なんか、ああいうのがきついっすね。迫撃とかも、ギャングスケブ吹き矢みたいな。小物いっぱいデッキがね、このデッキはちょっときつい。まあ、相手の呪文があったファイボザップもなんかね。なんか、コウモリか。コウモリ悪いやつだった。いや、悔しい。さっさ次行きたいけど、マッチングが。さあ、来た。まあ、2178ね。まあ。勝てばさっきの負けを取り返せはしそう。1試合目と合わせて。オーマイグンネス。初手からエリババステッパー。ゴレチンやないか。もうゴーレム。確定の。ワンチャン陣気もあるか。さあ。とりあえずちょっかい出して。おお、違う、待てよ。あ、ゴレの方だ。わ、これ結構やばいかもな。ヤナメザップなので。あれ、エリゴレでした。全然。いやー、これ多分、ガン虫来るかな。ガン虫っすよね。男は守らないっすね。そうなのか。いや、生まれちもうと。さあ、問題はこのザッピー持ってねえから行きてえな。いや、文句強え。いや、でかい。いや、でもこの後キングが行かれるんだよね。問題は俺はまだキングがさ守れるのか、これマジで。俺一旦さ右を降りに行くことを考えちゃう。成功法じゃやっぱ勝てない。耐えれるぞ。墓石いっぱい置け、俺マジ墓石いっぱい置けマジ墓石とスケラでちょっと一回。いや、これ絶対相手のキングに打っときゃよかったよマジで。時間稼げ、時間。よし、固まらせて。お前ノックバックで下がれ、帰れ。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。さあ、無理、エリゴレ無理、マジで危ない。エリゴレも結構負けるデッキの一つなんですよね。そのポイズンなんで止まんないんですよ。もう最初のワンパンされるみたいな。いや、きつい。なんかめっちゃ落ちてんじゃん。いやー、なんかね、もっとね、なんだろうな、何が楽かな。マッチング楽なマッチはわかんねえけど、まあ、ロイジャイライトニングだとか、まあ、ザピ無双なんだね。まあ、あとはエレジャイとかも結構楽っすね。あってはいるんですけど、そうなんで、その辺が来るとすごい嬉しいんですけども、ちょっとね、なんか特殊なデッキをいっぱい引いてる気がする。さあ、ドーナツみたいだなあ。24乗せたいね。24、あと2勝で届くかどうかぐらい。2000円乗せたい。さあ、もう負けるとマジで、あの本当に、やばいぐらい座れるよ。魂抜けちまう。
いや、一旦守るからね。マジこのデッキはね、守っとけば勝てるんですよ。そう、さっき負けたのはやっぱシャシャって攻めちゃったんですよね。ああいうのも良くないですか。おー、同じやないかい。ここに来て、あーよかった、違う、まあ違う方がなんかいいですね。しかもロイだ。まあファイブロイかな、これは。なんかザッピーファイブロイがちょっといるんですよね。やべ、いて、それで、マザネクがいたりいなかったりみたいな。まあ、ファイブ使ったんで、ワンチャン生まれる？パッカーン。ああ、生まれないの。お、なんか、珍しい。早く早く、反射反射反射。ああ、間に合わないの、やばいって、マジやばいって。普通にロイ来そう。ちょっとだけ渋めっすね、今んとこ。にょん。まあ、マザネクはいないにかけても良さそうだけど。ああ、うまい、しっかりね。一生これ繰り返そう。ネバネバ合戦。いや、まあ、ザッピー強ハンターと。まあ最後に勝てば勝ちだからね。いや、痛えな。うわー、負けたくせー、マジザッピー強えよーって俺も使ってるんだけど、いやでも今回の相手うまかったな。今までなんかね、ファイブロイ型が違うのかな。なんか最初うわー、ゲロ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 、無理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 。やばすぎるよマジで。あ、ダクプリとかいるのがまたなんか違ったんすかね。くん、悔しいとかじゃない、もうもう見たくないこれ、マジで無理。うわ、やばい、マジでやだよ、本当にやめてくれ。49吸わせろよ逆に。
49俺にくれよ。いやーでもなんかマジ昨日かな、昨日トラゲやってて45と43ぐらいもらう天国があったんで、やばい、そのカウンターが来た。49はダメだな。いやマジザッピー強すぎるな。なんかあれだな、もっと守ってもいいかもしれない、棒ポイして。うん、そんな気がした。もっと守って、マジで俺のタワーは3500ぐらい残して勝とう。で相手のタワーをスケラ1回2回の削りで勝つゴッツプランって感じですね。マジ迫撃か、まあロイか。おーロイっすね。あー達成の最初にやったロイっすね。はいはい、マジでガン芋です。あ、マジ、あの負けた時のね、やっぱ攻めてるんですよね。あと守れてない、うん、さっきのも相手の攻めがなんかうますぎたな、形の組み方がやばすぎる。え、痛いってマジで。俺の3500残すプランがさ、マジでもう終わった。なんか相手しょっぱなからチンパンすぎ、そんなもん。やばい、カリカリしてきた。本当に吸わせねえぞ俺のドロは。うん、さあ、そう、ちょっとさっきの反省生かしてね。モノトリトンたまんないで。一回マジで棒ポイしよう、これ。マジでやばい、全てが噛み合わんタイミング来た。噛むし、あー、やっぱボンパイ最強。最強お前じゃない。うっ、おぶね、マジ一発目にさせたくない。トリトン強えな、ちょっと。よし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 、いや全然いい。何それ、対戦使った。全然入らん。なんで？
もぶねえ。いやマジ。浴衣だとなんとかなんのか。いやー怖すぎる。あじゃあ折り返す元気もねえわ。おべえ。いやマジで苦しいな。もうなんかねクロロバって精神最強になるよね。メンタル。もうメンタルトレーニングだもんね。本当に。おい26戻ってきてねえぞ。おいどういうことやねん。ほんとでも最強になれるよ。ほんと精神の時の部屋入ってるだけだもんこれ。うん、やっぱ他のゲームじゃここまでのね気力をというかもう自分を安定させる。マジでこんなことねえよ。ほんとにもう次どうせ勝っても26ももらえなくてみたいなね。1敗を3勝ぐらいでねちょっとこう補っていくゲームなんでね、なかなか意地悪ですよね。さあエンダー G だ。まあ有名プレイヤーではあるが何使いかは知らない。ファイスピ、にゅ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 ファイスピですって。マジかよ、珍しいぞ。白銀ディガー的な、普通に嫌だな。でもわあマジでなんか嫌だな。もう300削られてるやん俺の守るデッキで。ライブかクエイクか来いよ。おー迫撃ディガーのモンクフェニックス縦線のやつだな。マジ縦線きついんだよね普通に。全然なんか頑張ってるだけで相性いいもんでもなく。おにょ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 あ、次に残るんかい。あれなんかアチャクイディガーキョスケ、ただのキョスケディガー削りか。ちょっとなんかでも珍しいっすね。当てたい。いやーゴブリン優秀すぎー。なるほどね。いやーなんかでもタイブレーク負け怖いっすね。あと文句は着いなかったら避けたくないな。でも縦線も使ってるかな。打っところがしたもだって帰っていくもん。あー文句に当たらないようにしてたっすね。おなんかめっちゃきつそう相手。これか神相性っていうのも基本ちょっと言えるね。いいね縦線裂いたでしょ。もう一回スキルチャンスだ。縦線いるとスキル入らないんですけどね。縦線裂いてるんで、はい文句使っちゃいます。めちゃくちゃ出しにくいよ。やっぱ最初のあの相手の金軌道爆うまかったっすね。いやこれちょっと金軌道警戒で打たないとこうかな。偉くね、確定ダメージ入るけど。めちゃくちゃ偉い今ので。やっぱ大丈夫。相手きつそう。いやーもう一回、まあ、ポイズンでよかったか今。いや着に抜けるタイミングうまっ。極められてるよ。なんかフェニックスめっちゃいいとこ飛んでるよ。やべえシャシャリ。でもこれが負け筋。相手ポイズンだし負け筋ではある。もうだって攻める必要ないもん。なんかバルーンぐらい隠れててもおかしくないんだよな相手の立ち回り。迫撃だったわそういえば。いやこの人は金軌道してこない。固まっちゃおう。
こう見るとこの敵めっちゃ強くない？守ってるだけやで。マジよく言ってるわ。もう守るだけっすよ。ほんとなんや。お、お主攻めてくる。縦線。いやマジ宝石もゴブリンも、しかもずっとこれ文句が竹取ってるからさ。おお、ウッドも帰っちゃった。すごい。なんかこれのこの受けもちょっとおしゃれ。にょーでかい。こうやってしっかりね勝ち切っていくのが大事よね。アーチャクイだったらマジで美味しいなね。本当にそう、トッピーは変わんない。はい、というわけで、今日は2366からの2勝2敗の2勝なんで4勝4敗なんですけど、トロフィーは落ちました。お疲れちゃんです。